マブラブ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、あやみりにゲーム外を課した後からですね。なあ、かすみん。おはよう、かすみん。もう起きてるぞ。バイバイな。バイバイ。お、しゃべった。眠そうだな。眠れなかったのか？そうじゃない。でも寝不足。夜通し遊んでたのか。いや、その否定はよくわからんぞ。大勢ついて首がカクカクすれば誰だって眠いことぐらいわかるって。K さんが寝不足ってあまり聞いたことないね。そうだな。座学にギリギリで来ることはあっても眠そうなところは初めて見た。私にもいろいろあってね。はぁ、あやみりのやつあれからずっとやってたのかな。んあ、大丈夫そうかならいいんだけどな。以上、解散。よっしゃ、昼飯。あ、K さんどこ行くの？今日の昼食いらない。え？寝る。寝不足だから。結構食べるあやみねが。そうか。だが少しでも何か食べておいた方がよかろう。午後は座学だけだから。そうか、座学で寝たら許さないからね。じゃあ。あやみね。何？寝不足ってひょっとして訓練に夢中になっちゃった。深く。そうか、意外だな。うん。楽しみながら訓練っていいね。ハマりすぎには注意しろよ。ん？ハマり？どういうこと？のめり込みすぎるなってことだ。大丈夫。じゃ。へえ、あやみりがね。タケル！先行っちゃうよ！まあでもゲーム、でもゲームやって、寝不足ってあんまないな。疲れるんだよな、1時間ぐらいやると。あ、あやみりか。どこに行くの？ PX までな。お前ら時々集まってんだろ？うん。何してんのかと思ってな、覗きに行くところなんだ。そう。ところでどうだ？進んでるか？そこそこ。基本操作を組み合わせる発想にたどり着くまでが難しかった。そうそう、あれってそうなんだよな。そうだ、ジャンプ中に下を押すと早く着地できるって知ってたか？うん、さっき見つけた。上キーとジャンプだと早く飛ぶね。ああ、なかなか研究してんな。訓練だからね。ま、あんまり無理すんなよ。正直難しい。そういうのをハマるって言うんだ。のめり込むって意味だっけ？ああ、そうだ。気をつけてはいるよ。でもなかなか。ま、そういうもんだ。とにかくほどほどにな。うん。お、あら、白金。へえ、院長と名誉が将棋対決か。これは見ものだな。ねえねえ、タケル、こっちで折り紙しようよ。折り紙？俺あんま知らねえぞ。教えてあげる。そういえばあやみねと一緒ではないのだな。なんで？いや、あやみねはてっきりそなたと一緒にいると思っていたのでな。なんで？じゃあ、K さんどこに行ったんだろう？部屋にいるはずだぜ。タケルさん、会ったの？ああ、さっき廊下で。寝不足だと言っていたから、眠ったのだろうか。さあ。それにしても、一言ぐらいあってもいいけどね。はい。あと15手で詰むような気がするわよ。ん？ほう、そうきたか。15手先なんて読むなよ。わかんねえっての。タケル、折り紙しようよ。ちょっと待て。金がこう来て、桂馬が動いて歩を取って、あ、でもそうすると、名誉のやつ銀に手をかけたな。じゃあその次は委員長の柏が。あれ、でもそれじゃあ。迷ってるみたいね。うん。なかなか痛いところを突かれた。うわっ。うわっびっくりした？はあだな、心臓に悪いだろう。うわっ。指が離れたわ。もうダメよ。しまった。今のは不可抗力だ。待ってくれ。あ。みつるぎがそう来るなら私はこうだと。このミスは痛いわね。なんということだ。ああごめん。ああ、紙鉄砲なんかどうするのかと思ったら。だってさ、タケルが全然遊んでくれないからさ。ガキかおめえは。タケル。ええ、こう来るの？俺を睨むな。俺だってビビったんだから。ビビる？びっくりするって意味だ。相変わらずタケルの言葉は奇妙だね。もう頑張ってこっちの言葉に合わせようかな。いちいち解説するの大変だよ。俺たちよっぽど日本語見慣れてんだな。そんなことはよい。これは巻き返すことができるだろうか。ああ、これでメイヤが負けたらミコトのせいな。タケルだよ。なわけあるか。悩みね。うん。分かってると思うが、お前が箸で掴んでるやつは食い物じゃないからな。分かってる。嘘つけ。腹筋掴んで口まで運ぼうとしてたろうが。あやみ姉さん、ひょっとしてまた寝不足？食べ物と布巾を識別できないとは。それほどまでに眠いのか？そういうわけじゃないよ。ただ医務室に行った方がいいわね。足手まといになるわ。心配無用。大丈夫。今日は眠れる。というより今すぐにでも寝かせてやりたい気分だ。こんなんじゃ飯を食った気しねえだろうしな。何かやってるの？してないよ。今日は眠れるって。はい、確かにお前たちは一度聞いているところではある。分かりきったことだから聞く意味はないということか？いいえ。まあいい。では今説明した状況下で最も効果的とされる戦術的対処方法を白金に説明してやれ。はい。白金。ああ、早めにか。またお前遅くまでやってたな。昨日はそんなつもりじゃなかった。で、一つ聞きたいことがある。なんか焦ってる？なんだ？発電所のところで自動的に敵に見つかる。ああ、それはイベントって言って絶対避けられないんだ。敵が多すぎて弾切れになる。どうすればいい？ひょっとしてそれで寝不足？楽しみながらでも訓練だから。決めたノルマはこなさないとね。律儀だね。で、どうすればいい？それは自分の持っている武器をきちんと把握するんだ。そこに行く直前の渡り廊下の敵を双眼鏡を使って確認した後、スナイパーライフルで狙撃してあらかじめ片付けておくんだ。なるほど。それでも全員倒すには手間取ったり、初段を外すと気づかれて厄介なことになるからな。気をつけろよ。うん。とにかく基本は敵に見つからない。なるべくやり過ごす。見つかる前に排除。だ、いいな。わかった。今日はゆっくりと眠れそう。ほどほどにしとけよ。心配無用。じゃあ。全然根拠がないぞ、その言葉は。その先はどれくらいあるか知ってんのか？ていうか意外と充電持つな。今日みんないるな。あら、白金。お、また衝撃か？昨日の雪辱を晴らさねばな。タケルも準備してきて。何を？この勝負が終わったら一緒に勉強会だよ。なんで？なんでって、よく平然としてられるね。タケルは遅れてるんだよ。ああ、そっか。ねえ、あやみには？え、今日は知らないぞ。じゃあ、誰も知らないんだ。なんだ、また部屋じゃないのか？いつものことだけど、特にここ数日はおかしいわ。そうだな。もともと口数の多い方ではないが、居場所ぐらいは教えてくれていたのだが。いいじゃん、お前ら不干渉が原則なんだろ。バカね。それは私たちの生まれやここに来た経緯についてよ。体内での行動にお互いが無頓着という意味じゃないわよ。それとこれとは話が別だわ。あやみねの場合、そんなに目くじら立てることもないだろう。気にすんなよ。うかうかしてると負けるぞ。いや、今日は勝てそうだ。やるわね。私の読みではあと8手だ。千鶴さんが負けたらタケルの先生は千鶴さんね。勝ったらメイヤさんがタケルの先生。なんでよ。負けると不機嫌だから。あのな。ねえねえ、あやみねさんどうしよう。放っておきなさいよ。白金の言う通り、いつものことかもしれないわ。とは言えないわね。分かった。じゃあ道具取りに戻るついでに俺が部屋を覗いてくるよ。そう、お願いね。あ、おやみね。ん、部屋にいたんじゃなかったのか。外で空を眺めてた。なんで。目が疲れたから。そうかそうか。ところでどうだ、調子は。まあまあかな。そうか。ところでさ、みんな探してたぞ。あ、言うの忘れてた。居場所報告する義務とかあったっけ。別にないけど、仲間の居場所ぐらい知っておくべき。それもそうか。で、どうする。言っといて。ん、いいぞ。なんて言えばいい。ネタ。あ、なるほどな。わかった、そう言っとく。うん、そっちもほどほどにしとけよ。そうする。しっかしあやみねのやつ、ゲームがやりすぎて目が疲れたなんて一丁前に現代人してるじゃないか。ゲーム機は偉大だね。何も知らなかったエミネはあっという間に虜にしちまうんだもんな。ゲームといえば日本の誇る文化。日本万歳って感じだ。それに聞こえ、俺は勉強だ。はあ、座学のカリキュラムを俺に合わせてもらってる以上仕方ねえな。ここで俺が遅れるわけにはいかないからな。おい。なんで朝に投げられてんだよ。じゃねえよ。全然体に力入ってねえじゃねえか。今日も寝不足か。そういうわけじゃない。クマがひどいぞ。昨日はよく眠れたって言ってたのに。どうしたの。大丈夫、心配ない。その顔じゃ何言っても無駄だって。全然説得力ないよ。医務室に行きなさい。命令よ。だから大丈夫。あ、そっか。どうしたの。ごめん、用ができた。次の訓練は遅れないから安心するように。じゃあね。あ、Kさん。どうしちゃったんだろう。明らかにここ数日変だ。あのバカ、ハマりすぎだ。何か知ってるの。ん、いや、どうなってんだろうな。ねえ、今晩あたりみんなで誘ってみようか。そうだな。もし病気でないとすれば、それで少しは気が紛れるかもしれん。そうだね。みんな大丈夫？いいわよ。では、夜 PX に集合だ。まあ、ゲームにハマって我々、ちょっと遅れちまった。あ、タケルさん。何？なんか元気ないな。あれ？あやみには？すぐ来るそうだ。と言ってからもう15分経ってる。もともととはいえ付き合い悪いわね。え、でも後で来るって言ったんだろ。きっと来ないと思うな。なんで。興味なさそうだったし、何かおざなりな感じだったよ。どうしちゃったんだろう。考えすぎだろ。寝不足で調子悪いだけだって。だと思っていたんだが、どうもそれだけではないようだ。どういうことだ。最近の休み時間の K さん見てないの。いや、そんなことないけど。気づいてないわけ。鈍感もいいところね。だからなんだよ。いつも何かを考えてるようで、私たちの話に集中してないんだよ。言われてみればそうかもしれんな。俺は別にそんな風にされても全然構わないと思ってたけど、こいつらは違ったのか。だよな、こいつら。俺が話をするとなんだかんだ言ってちゃんと聞いてくれるもんな。仕方あるまい。何か理由があるのだろう。そうだね。私たちだけで遊んでようか。信用を食いつぶさなきゃいいけどね。大丈夫だよ。Kさんがそんな人じゃないじゃない。その信用が食いつぶされてるのよ。ただでさえ低いってのに。タケル？あ？何？知ってるのバレた？そなた、何か事情を知っているのではないか？いる。なんで俺が知ってんだよ。早峰がおかしくなったのは、そなたが来てからのことだから聞いたまでだ。許すがよい。なんだよ、ヒヤッとさせやがれ。今のところ、問題というほどのことではないが、良くない傾向ではある。ああ。早峰は普段からああいうところは見受けられるが、訓練には厳しく望んでいたし、約束事を保護にしたことは一度もない。ああ。なんだかんだと言っても、皆その姿勢は評価しているし、認め、信用している。おそらく榊でさえな。そうだろうな。しかし、このままいけば、生地信用がある分、反動が怖い。前回の総戦技評価演習のこともあるしな。ゲーム外が原因なのは分かって、ということは、今回の件は俺の責任だ。まさかあやみねがあんなになるまでハマっちまうとはな。俺、ちょっと様子見てくるよ。頼めるか？ああ、当然だろ。不思議と綾峰は、ああなっても、そなたとだけはよく話しているようだからな。まあ、同じ秘密をな、持ってるわけだから。俺とだけ？俺だって、最近のあいつとの話題はゲームのことばかりで。とにかく、行ってくるわ。よろしく頼む。あやみね。どうしたの？どうしてもこうしても、様子を見に来たんだよ。時間過ぎてんぞ。あ、失敗。みんなも心配してるぜ。何を？お前の体調とか。みんな神経質だね。それより白金、いい？なんだ？あれって全部でステージいくつ？え、8までだ。そう。で、ステージ7の戦艦のところにいるスナイパージャッカルなんだけど、何？いや。やっぱりそうだ。ゲームの話題だけだ。もともとそんなに話すやつじゃないけど、俺が訓練端末なんて言ったせいもあるだろう。けど、なんだろう、すげえ違和感を感じる。連れの女が必ずやられる。あれもイベント？回避できないの？なんだろう、あやみねがゲームの話をしてるから？口数が多いから？いや、違うな。聞いている？ああ、そこはポリバケツをかぶって北前進だ。落とし穴に気をつけろよ。ポリバケツに入ったままのプレイバックは最悪だからな。うんうん。じゃあ、その場合。なあ。何？みんなのところに顔出せよ。あと10分以内には。で、突撃した場合だけど。別に、不自然なところはないのに不自然だ。何がおかしいんだろう。っていうこと。え、ああ、そうだな。気のない返事。気のない返事ね。確かにな。普段の俺なら得意になって自分から語り出してるだろう。とにかく、区切りがついたら顔出せよ。わかった。心配ないって、みんなに伝えておいて。ああ。あやみねのやつ、あの後、確かに顔は出したけど、お手玉にもおはじきにもあやとりにも興味を示さなかったな。ただ退屈そうに操作をしながらそこにいただけだ。それを察してみんなも半ば、相手にしてなかったし。一体どういうことなんだ？俺がゲーム外を渡したのがいけなかったのか。そんなわけない。ゲームをしたから人とのコミュニケーションを取らなくなったなんて、親父どもの言い訳じゃないか。俺たちは別に、普通に会話してる。情報交換の必要があるって意味じゃ、むしろ熱心に会話してるくらいだ。今のゲームはちゃんと解こうと思ったら、攻略本は必要だし、それは誰かが買って、みんなで見て話をする。ネットだったらしい。他にも、今自分はどこまで進んでるとか、そういう話だってする。不思議とあやみねは、ああなっても、そなたとだけはよく話しているようだからな。共通の話題を持ってるのはタケルだけってことね。あやみねにそんな相手いないじゃないか。情報交換って、そんな相手いないじゃん。せいぜい俺か。でも俺は、もうあの辺はやりまくったわけで、どちらかっていうと、一歩引いてみる側だ。おまけにゲーム外の存在はないしだし、あいつ、話し相手がいなくなっちまったんだ。そうか。逆に悪いことしてしまったのかな。でもじゃあ、俺が感じた違和感は何だったんだろう。ゲームの話で盛り上がろうとするあやみねに感じた違和感。俺がそんなものを感じる必要がどこにある？違う、そうじゃない。やべ、全然違うよ。あいつに話し相手がいなくて孤立したんじゃない。テレビゲームってもともとそういうもんじゃねえか。この違和感は、俺がこっちの世界に馴染んできている証拠なんだきっと。おはじきだのあやとりだのけん玉なんて言ったって、はっきり言ってつまらん。折り紙だって、だからどうしたって思うんだ。けど、あれって、みんながいてワイワイ言いながらやるってこともひっくるめた遊びじゃん。そこでの会話やくだらないやりとりが面白かったりするんだよな。ゲーム会は違う。結局みんなが集まったって遊んでいる時は一人じゃんか。情報を持ち寄ったりはするけど、それはみんなで遊ぶっていうのとは全然違う。二人同時プレイとなりゃ話も変わるけど、ああ、どうしてた。そうだ、テレビゲームですら、そうやってみんなで遊ぶ時と一人で遊ぶ時、楽しさは何も全然違うよ。だから俺、バルジャーノにハマったんじゃん。あれで楽しいのは対戦で CPU 戦なんかそのための練習で、最近じゃ暇でも、CPU 戦なんかそのための練習で、最近じゃ暇でも、金に手やらねえぞ。そういうことだよ。そうだよ。俺だってガキの頃は幼稚園とか行ってて、みんなでかくれんぼとか、蹴りとかして遊んでたじゃないか。正面公園で壁に向かって立ちションして高さ競ったよな。あんなもん一人でやったらただのバカだったな。でも、一緒に遊ぶ奴らがいたからこそ、住処の家の塀にそれやって、仕事も怒られたのに証拠でもなく公園でやり続けて。そういうのって、なんつうか、人間同士のコミュニケーションっての根っこはそれじゃん。この世界の遊びはそのための手段なんだ。この世界じゃそれが基本だし応用だし、それ以外ないから。ゲームの攻略情報で盛り上がっても、それは所詮、遊ぶためのコミュニケーションでしかないんだ。それがきっかけで知り合える仲間にこそ価値があるんだ。俺は生まれた時からゲームがあった俺は、逆にそれを新鮮だと思った。あゆみでは全く違う概念の遊びに、ゲーム外にハマった。あれは俺なんだ。今のあゆみの姿は、極端に言えば俺なんだ。俺、見るやつから見れば、ある意味ああ見えてたんだ。なんか俺、とんでもないことをしてしまったような気がする。俺たちの言う付き合い悪いよなって言葉と、あいつらの言葉じゃ思いが全然違うんだ。委員長が言ったセリフ。たとえ一番守りたいものが自分の命でも一人じゃ守れない。ここはそういう世界なんだ。これって超やべえよ。取り上げるわけにもいかんもんな。はい。ということで、ここで一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。良ければ次回もよろしくお願いいたします。